キュービーが…こいつ…お前の本体のと…ふん…本…ジライア先生もお前たち…だが…話…やっぱ…戦うし。テイ、ここで決着をつけるってばよ。そろそろ決着をつけよう。ああ、これで最後だ。任務開始。暴きを受けろ。私は痛みを思い知った。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解できない。そして理解したところで分かり合えるわけでも、お前がサスケを追いかけても無駄なよう認めてやる。お前は強い。だがそれだけでは真の平和へは導くことはできない。そんなのやってみなきゃ分かんねえだろ。消えろ。止め。みんなのために俺は絶対に勝つ。消えろ。死んだ先生。安藤ペイン。消えろ。呪われた忍びの世に本物の平和はない。暗装天員、暗装天員、暗装天員。ヘイ、ここで決着をつけるってばよ。消えろ。消し止め。裁きを受けろ。裁きを受けろ。人と人が分かり合う平和などただの虚構だ。消えろ。消し止め。暗装天員。俺は俺の人道をずっと歩んでいく。消えろ。消し止め。みんなのために俺は絶対に勝つ。ダフェンダン、裁きを受けろ。裁きを受けろ。裁きを受けろ。目指すものは同じなはずだ。満昇天員、ダフェンダン。消えろ。死んだ天帝。人と人が分かり合う平和などただの虚構だ。消えろ。お前も俺も目指すものは同じなはずだが。裁きを受けろ。裁きを受けろ。暗装天員、暗装天員。父ちゃん、やってみるってばよ。消えろ。消し止め。人と人が分かり合う平和などただの虚構だ。なぜこいつにはこんな力。負けるわけにはいかん。俺はまだ。
伴奏店員えっこれは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 もう止まらねえ前に突き進む待てえっえっこれえっ裁きを受けろ裁きを受けろ呪われた忍びの世に本物の平和はない消えろ止めお前も俺も目指すものは同じなはずだが答えを持たぬお前ごときが諦めろいけー何お前こそ剣乱天聖